こんにちはうちわむですお久しぶりです仙台旅行から帰ってきました2泊3日で行ったのですがとても楽しかったです今日は湯沢屋の大玉福袋に入っていたハニカムヤーンという毛糸でグダニスクエアの三角ショールを編みながらお話ししたいと思います三角ショールはこんな感じで結構 大きくなってきています。えっとここが角です。そしてこんな感じで。進んでいます。今回は太い糸なので、8号の針でザクザク編みながらお話ししていきたいと思います。仙台旅行1日目は？ 高速バスで移動して夜に善治郎という駅前のお店で牛タンの定食を食べてとても美味しかったです。えっと、炭焼きの牛タンの他に牛タンのつくねや牛タンのソーセージもついててとても食べ応えがあって満腹になりました。えっと、二日目は 昼間、ループル仙台という周遊バス一日券を買って仙台市内を観光しました。偶然にも伊達政宗公の命日だったので、瑞宝殿で法要が行われていて、えっと、人がとても多かったです。仙台城市青葉城では、 伊達政宗公の騎馬像を見てその大きさに圧倒されました、えっと、高台だったので景色もとても良くて仙台市内が街並みが見渡せました大崎八幡宮は、えっと、階段がきつかったですが行ってみたら 境内は静かで、でとてもいい神神社しした。た聖なな気持ちになれましたね。息子がクリスロード商店街に行ってみたいって言ってループル仙台で広瀬通り前で降りてクリスロード商店街行ってクレーンゲームでキーホルダーをゲットしたり あと、街中ぶらぶら歩いて楽しかったです。夜は楽天モバイルパーク宮城で人生初の野球観戦をしました。試合は楽天対日ハムで9回の裏、9回の裏の時点で同点で でも夜遅くなってしまったので、えっと、最後まで見ないで途中ですが帰ってでホテルに着いてから試合結果を見たら延長戦で楽天が1点差で負けてしまったと聞いて初めてだったので最初は戸惑ったんですけれども周りの観客の人の。 応援の声に合わせて手拍子したり、あと応援歌歌ったりして、えっと、楽しく過ごしました。翌日は、14時からのデイゲームも観戦して、で、えっと、2日目は外野席、安い外野席にしたんですね。うん、そしたら、後ろから、 応援団の歌が聞こえてきてきんでお客さんも、えっと、かなり熱烈に応援してて一緒になって拍手しながら応援したり応援歌ちょっとずつ覚えて歌ったりしてましたねうん。土曜日も楽天負けてしまってちょっと残念でした。 青森に帰ってから帰った日曜日日曜日の試合は楽天が勝ったって聞いてホッとしましたねうん息子は日曜日の試合も見に行きたかったって <laughs> 言ってました土曜日は、えっと、楽天のユニフォームが配られていて20周年ので息子は に金曜日の感染した時に気に入った選手のユニホームにお金を足してアップグレードして背番号入りのユニホームに変えてもらってました、まあ、今回感染した時えっと周りに結構野球好きのおじさんがたくさんいまして2回ともであの。 解説する人とかあと応援歌とか歌ってる人がいて、えっと、周り周りと一緒になって応援歌歌ってしまったり、えっと、こうだんだん楽しくなってきて <laughs> であのビールの売り子さんが来て一緒になってビール買って <laughs> 飲みながら応援したりしてました。 うん、負けても楽天のファンの人たちはすごく紳士的っていうかしょうがないねって言った感じでそこまで暗い雰囲気にはならなくて、うん、みんな野球楽しかったねって感じであのそういうノリノリっていうか雰囲気だったのでまた行きたいなって思いました。 ここが角ですね球場からシャトルバスで東口に戻ったらジノンという新発売のジンのレモンサワーのサンプリングが行われていてそれでアンケートに答えてもらってんで。 看板が飾ってあっててあその写真を SNS に投稿するともう一本もらえるっていうんで一生懸命投稿してもう一本もらいましたね。でちょうどその後新幹線で帰る予定だったので新幹線でえっと常温ですが飲みました。うん 無糖だったんですけど美味しかったですジノン、まあ、新幹線の中で飲んで程よい気分であの試合の余韻に浸って新青森まで帰りましたねうん今回野球観戦がメインだったのでそこまで えっと、ご当地グルメ楽しめなかったですね。牛タン牛タンを食べたのとあと球場行った時にちょうど金曜日の日球場行った時にちょうど夕食ぐらいの時間でそれであの選手プロデュースのメニューとかあって私は今江監督プロデュースの鳥の鶏 つくし弁当っていうのを買って食べてで今江監督のカードがついててすごく嬉しかったですなんで今江監督知ってるかっていうと旅行に行く前にサンドウィッチマンさんの「ボンヤディーヌ TV」っていうのが青森で放送されていてんで仙台行く前に今江監督の監督の 特集の番組が2週連続で入っていてで監督に密着しててあのいい監督さんだなと思ってこう見てたんで楽天の選手も行く前に多少は覚えたんですけど監督さん映像で見て、えっと、覚えましたね。 うん、なんか選手の、選手の写真入りのミネラルウォーターってのが、球場内の自販機で売られていて、で、えっと、試しに買ってみたら、楽天のアンバサダーの銀次さんのが出て <laughs>、ちょっとショックでした。選手の欲しいなって思ってたのに。で、 悔しいから、えっと、土曜日も水買ってみたんですよね。で土曜日に買った時は辰巳亮介選手の水が出てすごく嬉しかったです。なんかそういうくじ的な要素のあるミネラルウォーターっていうかグッズいいですよね。う 楽天モバイルパーク宮城観覧車とか、えっと、メリーゴーランドとかもあって結構家族連れの人が多くて子供を遊ばせる遊び場とかも外野の方にあったんであのこれ近くに来てたら週末娯楽でできるんだろうなって野球観戦娯楽で家族で行けるんだろうなと思いましたね。 うんまあ私も私と息子も観覧車2回乗りましたね一日1回ずつ乗って観覧車から球場を眺めてあの監督の監督がオーダー表を交換してるところを観覧車から遠くから眺めていました。 うん、旅行の話は止まんないですねちょっと長くなったんでもう少しでやめますこんな感じですねちょっと疑いそうかなちょっと進みましたそんな感じで旅行楽しかったです また何か思い出したらお話しするかもしれません。今日はちょっと長いですがこの辺で。今日も見てくれてありがとうじゃあねバイバイ